はい、では皆さんこんにちは。中学3年生ですね、国語の過去問の大問1番がちょっと解説できてなかったんで、こちらの方でちょっと紹介していきたいと思います。もしやってない方いましたら一度やってからですねこの動画見ていただければなと思いますが、どうぞよろしくお願いします。はい、まず漢字の読みに関してはこちら、あ、象徴、い、瞬間、う、れん、え、ねって形ですね。こんな形でですね、漢字の読みは答えてもらうといいでしょう。で、括弧2番の方なんですけど、今回の大問1番はですね、松尾芭蕉さんをちょっとですね、題材にとりましてですね、話をされてるんですけれども、文中へのそれというのがありまして、でそのそれを指す内容は何ですかっていうのをまとめて書いていただいたんですが、はい、それっていうのは、いわゆる指示語ってやつですね。はい、指示語の時は必ずですね、直前をチェックしてください。まあ 100% あるわけじゃないんですけど、指示語って基本的に直前のものを指している言葉になりますんで、ほぼほぼ直前にありますね。ですので指示語が出たら直前チェックね。で、直前に書いてあります。だってこの世には汚いもの、嫌なものがいっぱいあるじゃないですか。そんなものまで美しく見えるんですかと皆さんは言われるかもしれない。芭蕉という人は多分それができた人だって言ってるわけですね。それってどれっていうと、汚いもの、嫌なもの、これを美しいものとして捉えることができた人なんですね、という形で、ここが入ってもらうでしょう。で、各様の文中について筆者は芭蕉のどのような見方を素敵だと述べていますかということですね。はい、馬小屋での芭蕉の生活をした時のですね、まあ、旅の途中なんですけれども、泊まった時の、芭蕉の、ね、様子をですね捉えまして、その内容から B の追求ですね。まあ馬小屋ですからね、環境としてはあまりよろしくないわけです。で、最悪と言えるような状況であっても B の追求をしながら旅を続けている自分自身をおかしがり、そして余裕ですね、余裕を持って見るという見方が非常にですね、素敵だっていうふうに筆者は述べてるわけですね。まあ馬小屋の話もちょっとですね書いてあるんですけどね、寝てる最中にですね馬にその枕元におしっこされちゃったりとかね、飲みとかですねいっぱいいるわけですよ。なんでそんなね環境の中でもですね、まあ美の追求しながらですね、自分の状況をですね余裕を持って見つめている、そんな見方が素晴らしい、素敵だって言ってるわけですね。で、各4番の空欄の1番に当てはまるようなところですね。こちら、ナズナという花をですね題材にしたですね俳句が載ってまして、よく見ればナズナ花咲く垣根かなということですね。で、ナズナっていう花っていうのは、その後に書いたんだけど、普段は仮染めに通り過ぎてしまっているような花なんですね。なんで特に我々がその気にせず道っ端に咲いているような花です。ですが、そういった花のことを空欄一番なんて言ってるのかなっていうのは記号で選んでもらうんですけど、これが、まあ、いわゆるつまらないなんて表現がいいかなと思います。普通だとつまらない、誰もね、目を向けないような花なんですけど、そういうのですね、立ち止まってじーっと見つめてみるとね、いろんなね、発見があるんだよ、なんて言われてもらってるわけです。で、過去5番の空欄の2、はい、これに関しては接続詞を入れてもらいます。接続詞を選ぶときはですね、空欄の前後の文章をよく読み比べてください。前半には、あなた方の年頃のときは一番厳しく自分を磨っちです、嫌なところがたくさんある、許せないとも思う、で、空欄2が入った後に、いつまでもそんなこと続くはずがないと否定してるわけなんで、逆説のしかしが入ってもらうという。そして、自分をいじめるとは具体的にはどういうことを表してますかというと、実はこの括弧6番の内容、先ほどの括弧5番の内容にちょっとかかってまして、このしかしの入る直前に、あなた方の年頃は一番厳しく自分を見がちです、嫌なところがたくさんある、許せないとも思う、ということでこの部分をまとめてもらうという、自分自身を厳しく見ることで、嫌なところを許せないと思う、で、ことに、つながるような形でいきます。こういった技術はやはりキーワードが必要なんで、厳しく見るっていうことと、自分の嫌なところ、これが許せないね、こんな内容が、入っているといいですね。そして最後、本文の内容と合っているものなんですが、こういった大問一番のですね文章に関しまして、説明的文章みたいな形に関しましては、最後の段落が非常にまとめの部分になってますので、やはり最後の段落をしっかり読んでいっていただくと、必
然的に意が選べるのではないでしょうか。ということで、これが入ってもらったわけですね。ですので、最後の段落は本当にまとめて、筆者が一番言いたいことをバーンとまとめてるんで、ぜひともこういったところは見落とさないようにしっかり読んでみてください。はい、というわけで本日はここまでになります。国語の段も一番よかったらまたよく見直してみてください。ではでは次はですね、国試アリーのね、3課のテストになります。よろしくです。では、じゃあね。